ご覧いただいている皆さんお気づきのことと思いますが、今日ご出演いただいている皆さんの着用している衣装、まさに映画でね着用いただいていた衣装かと思います。久しぶりにこちらの衣装に袖を通したんではないかなと思うんですが、いかがでしょうか。この衣装袖を通すと何か思い出すことありますか。はい、撮影してる時は現役で高校生だったんですけど、もう高校卒業したということで、なんかちょっとそわそわしてます制服着るのは。なるほど、はい、なんか制服に対するこのそわそわ感というのが先に来ちゃったといった感じでしょうかね。そうですね、結構こうなんか撮影してても世代的に現役の高校生のこと、だよな。なんかさっきからこっち見るなと思ってたら、ちらちらそうですね。なんか私は現役ですけどみたいな感じでやめてもらってもいいですか。でも結構ねすごいしっくりきてました。着こなしてますよ、はい、バッチリ。撮影を振り返ってみて思い出深いことなどあったらぜひお聞かせをいただきたいと思います。そうですね、なんかちょっとこう恥ずかしいエピソードなんですけど、はい、セリフの中で中島さんの役のタケルと会った時に、一言あタケルっていうセリフがあったんですけど、なんかテストの時に間違えてタケシって言っちゃってそこからめちゃめちゃ現場でいじられるっていうすごい恥ずかしいエピソードを思い出しました、はい、まさにでもその場が和んだんではないでしょうか、はい、さあそんなタケルとタケシと呼び間違えられてしまった中島健さんはいかがでしょうか。危なかったですよね、はい、僕ですか、はい、僕岡田結実ちゃんが演じるこのナオと、はい、この走るシーンがあったんですよ、うんうんうん、こうアイリーの元にこう走るシーンがあったと思うんですけど、あの時にこう一気にこう砂利の上を走る、はい、走ってたんですけど、なんかその岡田結実ちゃんは全然私結構体育会系だから大丈夫だから、うんうん、みたいに言ってたんですけど、僕の前でもうこう走ってる時にもどんどんこうもつれてって前からバーンっていったんですよ。で俺も後ろからうわーってなって、ちょっと笑いポイントだったんですけどそうですそうです。でここもう結構血とかも出ちゃってて、すごい、でもその岡田結実ちゃんがすごい体をすごい張ってたなっていうのがすごい印象に残ってます。はい。